はい、皆様こんにちは。ガボラトリ将軍です。本日は、ちょっと珍しいっていうか、まあよくあるんですけど、G クラブのドグタグがついたネックレスです。ペンダントのように見えますが、これは実はネックレスなんです。マルカンに直接ドグタグがつながってるんです。しかもこれ大きく見えますけれど、ハーフサイズなんですね。ちょうど日本人にはいいサイズです。この今日のこのドッグタグはペンダントのように見えますが、実際にはここでつながってるんですね。ネックレスなんです。だから、ドッグタグウィズスモール、ハーフスモールオーバルネックレス、ネックレスですね、これの使い方は、もちろん前にこう、ドッグタグを垂らしたネックレスに使うんですけど、これを後ろ側に回して、首の後ろ側に回して、こう前側にこういうふうに、こっち側にこう、なんていうんですか、こういうふうに、ペンダントを垂らすというやり方もできるんです。これがこれの一番の売りなんですね。まあ、一応見えやすいようにこっち向きにこう置きますけど、これフリックスマーケットの、熊本のフリックスマーケットのであんまり触ったら怒られるんで、触りません。まあこういう、なんていうんですか、これはライオンなんですけど、こういうふうにこう、これもこう通すわけですね。これこういうふうに通すと、ペンダントにも使えるし、これを首の後ろに回すと、こういうふうにネックレスに使えると、こういうもんなんですね、大体。でこれもこのオールドブルドッグ、これは若い方のブルドッグ、まあこれはパンサーですね。あとここにスカルが本当はあるんですね。この先はまあスカル以外にももちろんなんていうんですか、ローラーヌードル、いろいろそういうものが使えます。何でもぶら下げられるんですね。でこれが先ほど言いましたハーフサイズなんで、これがまあフルサイズです。フルサイズはもうすごいでっかいんですね。これこう分厚い、このぐらい分厚いんです。まあ、外人向けですからね、もともとは。こういうのもあります。インターの時のヘルスエンジェルスとコラボのやつですね。これはまあインターって書いてますけど、こういう変わり種もあります。結構人気あるんですよ。まあ本日はこんなとこで、ご清聴ありがとうございました。失礼します。